価上昇があるから苦しいんじゃないんですよ。コロナが来たから苦しんでるんじゃないんですよ。その前から苦しい状態が皆さんには押し寄せてるんです。この時点で国が何とかしなきゃいけなかったのに、ほぼ何もしないままコロナも来て物価高、そこでも大して底上げされない。そらそうですよ、先進国の中で唯一成長しない、そういう状態化するの当たり前だと思いません？30年の不景気なんですね。先進国の中で日本だけ30年経済が衰退し続けてます。日本以外先進国すべて成長してます。成長すると何があるか、賃金が上がります。世界中の国々は賃金が上がっていってるのに、日本だけは30年賃金だだ下がりなんです。この理由何ですか？日本の国民性ですか？違いますよ。日本は世界でトップを走るほどの経済力、そのような力を持ってた国けれども、30年経った今そのようなことにはなってません。先進国どころか極東の島国は転落国家、そうなりつつあります。世界からもほぼほぼ相手にされないような国になってしまってる。日本という非常に高いポテンシャルを持った国が政治の誤りによって壊されていくということに我慢がならないんですよ。じゃあ今私が言ったようなことを簡単にデータをもとにお話をしていきたいと思います。日本は今どうなっていますか？今足元でも物価高、給料上がらないのに物価ばっかり上がってる。皆さんもこれはご存知のことですよね。例えばですけど、総務省のデータをもとに見ていただきます。2022年12月、去年の12月、それとその1年前、つまりは前年の同月と比較をしてみよう。物価どれぐらい上がってるかなっていう話でございます。例えば電気代 21% アップ、都市ガス代 33.3% アップ、パンは 14.1% アップ、小麦粉は 19.1% 上がって、輸入牛肉は 10.1% 上がり、輸入豚肉も 8% 上がる、国産豚肉は 9.4% も上がってる、食用油は 33.6% 上がり、マーガリンは 14.3% 上がる、レタスは 10.4% 上がり、ハンバーガーは 17.9% 上がる、紙おむつは 9.5% 上がり、タブレット端末 22.1% 上がる。これで生活楽になってる人いますか？全然余裕ですって方いらっしゃる？いらっしゃったらぜひ私たちに献金、政治献金いただきたい。多くの方々はそんな状態じゃないですよね。大変な思いをされている方々が非常に多いです。で、先ほど言いました、30年日本は景気が悪いんだよ、政治の失敗です。労働環境を破壊し、そして税金の取り方を大きく歪めてしまった結果、一体どうなったかといったら賃金下がりっぱなしなんです。こちらご覧いただけますと、このグラフの一番左は1997年、そしてグラフの右側は2020年です。この数十年の間に起こったことは何かというと、先進国は軒並み賃金上がってんだよ、日本はどこにいるか、一番下です。一番下、しかも下がり続けている。おかしいでしょ。あなたの生活が苦しいことや、あなたの周りの方々が生活が不安定なことを自分たちのせいにされてませんか？自己責任とされてませんか？違いますよ。国の運営が誤り続けていたる、その結果全体的に貧しくなってしまってます。じゃあ全体的にどれぐらい貧しくなっているか、こちら所得の中央値、厚生労働省国民生活基礎調査から引っ張ってきたもの。25年の間にどれぐらい全体的に貧しくなっているか、所得の中央値で見てみます。所得の中央値って何か、高い所得、低い所得、その真ん中、所得の中央値です。25年の間になんと131万円、131万円も落ちちゃってんです。全体的に貧乏になっちゃってる。どうしてこんなことになるか、ものすごくシンプルですよ。一人一人が物を買う力、購買力、もっと言えば一人一人が得られる所得がどんどん少なくなってってんです、景気悪いから。そんな景気が悪い時に、例えば消費税、これを何度も何度も増税したらどうなるか、さらに社会にお金が回らなくなります。それだけじゃない、売上が下がった事業者は何をするか、売上が下がれば賃金下げるしかない、賃金を下げるばかりか人を切るしかない。こんな悪循環20年も30年も続けてたら、日本国内で商売やってても上がったり、事業者は、企業は
海外に製造拠点を移していきます。より物が売れるところに。結果日本国内どうなってますか。製造業次々国外に移転していく。空洞化が起こりました。不安定な仕事が増え、そればかりか製造拠点までもどんどん移っていくっていうような状況にされてしまっていると。賃金が下がるということには原因も考えられます。なんだろう、不安定な働き方が広がる。多くの人々がすぐにでも首を切られる。そして安い賃金で働かせられるような非正規労働者、これ全労働者の4割ぐらいまでいったら賃金にも影響してくるんですね。これ全体的な実質賃金も下がることになります。こちらご覧いただいているのは左1990年から右2020年までの間で、青い線、右肩上がりになっている青い線は、これ非正規労働者の数が増えていっていますってことを表しています。一方で右肩下がりになっていってるものは何かつったら、先ほどお伝えした通り実質賃金となるんですね。不安定な働き方を増やし、資本家にとっては安く使える道具に労働者たちをしてしまえば何が起こるか。一人一人の使えるお金が減る。一人一人の使えるお金が減ると何が起こるか。物を買い控える。物を買えなくなる。あなたが物を買うという消費、消費という行為、それは回り回って誰かの所得に変わっていくんです。あなたの消費が抑えられれば所得も抑えられる。この循環を最悪のものにしてしまったのがこれまでの30年の日本なんですね。みんなお金がどんどんなくなっていく一方で負担だけ増えてんです。第二の税とも言われる社会保険料、どれぐらい増えてますか。1989年から2019年までの間を見てみて、保険料率だけで見てみても 1.7% 増えている。厚生年金で保険料率を見てみると89年から2019年の間でも 5.9% 増えちゃってる。金額にしてみる。税と社会保険料の負担合計、88年から2017年の間でも 3.3 万円増えてる。増えるのいいけど賃金上がってないよって。これを上回るほどの賃上げがあったならば話はまた別かもしれない。下がりっぱなしの中でこんだけ上げたら首締まるに決まってるよね。様々な負担を勘案してみたら、負担増加率はなんと 36.3% 増。皆さんの中にこの20年の間に自分の給料は 36.3% 増えたって方どれぐらいいらっしゃいます。増えたとしてもこっちの支払いに消えますけどね。それ以上に上がってなきゃこんなことやっちゃダメなんですよ。あまりにもおかしな話です。教育を受ける権利皆さんお持ちでしょうけれども、大学院となると借金していけ、そういうスタンスなのがこの国です。授業料どれぐらい上がってるでしょうか。昭和の50年から平成の終わりまでで、私立も国立も右肩上がり。一つずつ見ていきます。こちら国立の授業料は1975年山本太郎が1歳の時には 3.6 万円でした。それが1989年には 33万9600円に。さらに89年からも2017年までの間に 19.6 万円も増えてしまってる。大学に行くって贅沢っていうような状況になっちゃってるんですよね。そして私立大学、私立大学の授業料は75年に 18.2 万円だったものが89年には57万584円。そして89年からもさらに値上げ、2015年には86万8447円、つまりは 29.8 万円も上がってしまってる。気並み値上げしてんのに自分たちの収入は減るばかり。こんなことで景気よくできるわけないですね。物価上昇があるから苦しいんじゃないんですよ。コロナが来たから苦しんでるんじゃないんですよ。その前から苦しい状態が皆さんには押し寄せてるんです。こちらコロナの前、2019年の厚生労働省大規模調査で見てみるとどういうことになるか。生活が苦しいと呼ばれている方々、全世帯の 54.4%、 母子世帯 86.7%。 コロナも物価高もある前の話ですよ。この時点で国が何とかしなきゃいけなかったのに、ほぼ何もしないままコロナも来て物価高、そこでも大して底上げされない。そらそうですよ、先進国の中で唯一成長しない、そういう状態化するの当たり前だと思いません。でもね、あまりにも政府ひどいじゃないかって話してますけど、ごめんなさい、日本政府もいろんなことやってるんです。その中の一つをご紹介させてください。日本国内は子供の貧困、これ深刻です。子供の7人に1人が貧困ですから、この貧困に対して国はどういうことをやっているか、こちらです。新聞を見てください。
そこには政府広報として、国からのお知らせとして、内閣府からのお知らせが広告として出されています。なんて書いてあるか読みます。子供の貧困、あなたにできる支援があります。いい加減にしろなんですよ。民間の善意に頼ろうとするなって私は言いたい。皆さんどうですか？私そう思うんですよ。子供の貧困を解消する、是正するは国の仕事ですよ。どうして民間に頼ろうとするの？じゃあちなみにどういうことで解消しようとしているか。学習支援、子供食堂、子供の居場所づくり。詳しくは子供の未来応援でググれって書いてあるんですね。ググってみました。こんな感じでした。個人ができること、企業ができること、全く人頼みじゃねえかよってことなんですね。さらに見てみると書いてあること何か。募金や寄付で支援する、いい加減にしろと。子供の貧困、子供が貧困ってことは親も貧困、貧困の家庭に生まれた子供たちは貧困のループから出ることはほぼ難しい。何世代にもわたって貧困をバトンタッチしていくことになる。この状態でこれを是正しようというときに民間頼みじゃどうにもならないんです。国が本気を出して半年一年で終わらせる、そういう取り組みしなきゃダメじゃないですか。何かというと、今この社会は数十年にわたって自己責任という空気が蔓延している。自立しろ、自分の足で立て、周りに助けてもらえ、自助、共助、ちょっと待って、政治、公助、どうしてこの公助が政治がやるべき仕事が語られないの？おかしくないですか？今やるべきは、今一番頑張るべきは民間や個人じゃないんですよ。一番頑張らなきゃいけないのは20年も30年も放け続けてきた政治が頑張らなきゃいけない局面、私はそう思っています。